今度は、ここどこだ？ここは幻想郷にある妖怪の森、その名の通り人食い妖怪やその他の妖怪が住む森よ。それなら、死ぬことって、できないわよ。なんせあなたさっき地獄の女神様の攻撃を直接至近距離でコッパみじんになっても再生してるから、粒子レベルになっても再生するわ。最悪の能力だ。でも言い方を変えるなら最強の能力よ。あんたは一体私をどうしたいんだよ。それは秘密よ。私の能力はあんたの言い方だと不死系の能力だな。不老不死だけどもう一つあるわよ。ただで教えてくれるわけでもないな。そうね、ただより怖いものはないわ。人間剣つけた。こいつは妖怪で間違いないよな。そうね、人食い妖怪、名前はルミアよ。見た目は可愛いのに中身はエグい。ゲップがすごいな。あら、見てないの？人間くさい。どうせ死ねないんだろ。血肉を再生させながら食べさせて満足したら帰らす。性格が似合っているわね。大きなエグラだよ。全然食べていい？うわん、さわん、右足、左足、肝臓、膵臓、胃、腸、食道、小腸、大腸、好きなところ家通覚切って切り分けるから。え？ちょっと待って、いきなりそんなこと言う人間は初めてだよ。そうなのか。ほらやっぱり驚いているわよ。ねえお姉さん、自分で自分を傷つけて楽しいの？うさばらしになる。でもお姉さんのこと大切にしている人はいると思うよ。これを言うのはもう嫌なんだけどさ。もういない。あ、なんかごめん。別に謝られてもこっちが困るんだけど。そうだ、白霊神社に行こうよ。なぜに神社？気分を晴らすために。ほら行こうよ。一応聞くけど名前は？ルーミアお姉さんは？縁付き綾乃。